こんにちは、ヨギャオ仲間です。石膏ボードの貼り方のケーススタディ6、電気のコンセントやスイッチがあった時の石膏ボードの貼り方についてやりたいと思います。電気の線のコンセントのボード開口って基本的に電気屋さんの仕事だと思うんですよ。なので大工さんと電気屋さんの打ち合わせや工務店さんの方針によって扱いがちょっと変わっていて、例えばもう大工さんはもう無視してもうボードをバンバン貼ってきますと。で電気屋さんが後でここに磁石とか入っているので、その磁石を元に場所を探して穴はボード開口しますよっていうパターンもあるし、まあ印だけ書いておいてくださいっていう方とか、あと線出しておいてほしいですっていう方とか、まあその現場によって打ち合わせをしてやるっていうことが多いです。でただその大工さんがボード開口をきっちりやりますっていうことはあまりないと思います。ただですね、今回は DIY の方とかも見てると思いますので、かっちりボード開口をやると、まあ、そのまま器具つけれますよっていうボード開口をするっていうのをやりたいと思っています。はい、ということでよろしくお願いします。電気のボックスってこういうふうになっていて、形としてはこうなるんですね。こういうふうにこのビスの穴のところにこの器具がこういうふうにつくと、でその上にさらにこういうカバーがつきますよというのが、スイッチの形になります。でこれちょっとアメリカンスイッチなんでちょっと見た目は変わってるんですが、日本のものも基本的に一緒です。なので貼るのは穴よりも、穴が見えるような形で、あとこの幅ですね。でこの幅もこの、ボックスぴったりで開ける必要はないので、まあ、少し小さく、2センチ振り分けの幅4センチで穴開けたいと思います。ということで場所を測ります。まずこのセンターですね、このビスの穴のセンターが、56かな、センターが56ですと、まあ、上も下も一応見てですね、56ですと。あと下に胴縁を置いて、下からこのビスより下なので、135かな、134にしようか、線と34ミリと上が、1126にしようかな、1126と。穴ギリギリよりは穴よりも2ミリぐらい大きく、なので今ここですね、穴よりも2ミリ下、穴よりも2ミリ上で、今このセンターですね、ビスの穴のセンターを出しました。これをもとに石膏ボードを加工していきます。まず向こうが下ですね、こっち側が下で、ここが基準になっています。ボードの基準のあたりです。下から1034と1126ですと、これとこれですね、はい、これとこれです。でそれをまず線を描きます。ちょっと分かりやすく大きく描いてます。で、この基準から56がスイッチのビスのセンターです。はい、でこれですね。で、20振り分けの40で開けるので、まあ、差し金の10を合わせて2センチと2センチと、10を合わせて、2センチと2センチ、これ3センチでしたね、2センチと2センチで、はい、でここを加工してくり抜くという感じになります。はい、ここをくり抜くんですが、まずカッターで、切れ目をまず入れておきます。はい、でやり方としてはこのノコギリをこう差し込んでいって穴を開ける場合や、カッターだけでですね、もう一生懸命穴を掘っていくという、まずカッターだけでやってみますか。カッターで何回も切れ目を入れて貫通するまでですね、入れてあげます。これですね。でこれも3方カッターが入れば、貫通すればあとはパキッと取れます。であと他にもこういうノコギリを溝に入れて
のをグリグリと押し込んでいって、こういうふうにっていうふうに切る。まあカッターここの溝にカッターの切れ目に刃を入れて、こうグリ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 って押していく感じですね。かというようなやり方もあります。もう一回ここカッターだけでやると、まあカッターの刃をまあ何回も切れ目を入れるって感じですね。まあ、カッターもちょっとノコギリみたいに上下しながら切るみたいな感じで、で完全に三方切れちゃうとパコッと取れるので、はい、でこれでボードの開口ができました。では貼っていきたいと思います、はい、下に胴縁を置いてという感じです。で今ボードの開口が、こういうふうにですね、ビスの穴が見えていて、こっちもビスの穴が見えていますよという感じですね。でこれに器具があって、ここにまあ、血栓はあの電気屋さんにやってもらってください。でこれにこういうふうにカバーがつくという感じになります。ということでボード開口のやり方を説明しました。ケーススタディの6、電気のコンセントやスイッチがあった場合の方をやらせていただきました。もう一度おさらいすると、ビスの穴、このボックスのビスの穴よりも、下2ミリぐらいで、上は2ミリぐらい上で、まあ、上が決まります。上下が決まります。で横幅はつける器具によってちょっと幅調整しないといけないと思うんですが、今回スイッチで細かったので2センチ振り分けの4センチで、四角く開口しています。で穴を開ける時のポイントは、カッターで何回も切れ目を入れて貫通させるまで、カッターでいく、もしくはノコギリを使って、貫通させて、切っていくというようなやり方になります。ということで、ケーススタディの6でした。はい、ではありがとうございました。